皆様こんにちは。本日はエンターテインメント夢ラボファンタジーハロウィンナイトにご来園いただきまして誠にありがとうございます。そしてこちらに全面協力をくださったドイツの森フォレストパークの柳生さん、本当に感謝しております。私はエンターテインメントスタジオのスクールスタジオの代表の青井美沙穂と申します。スタジオではみんなにダンスを教えさせてもらったり、桃田海賊団のお姉さんとしても活躍をさせていただいております。この度はこちらのイベントを開催するにあたり、開会前に、皆様に、心よからのお礼を伝えさせてください。本日は、お忙しい中お越しくださり本当にありがとうございます。本日のイベントですが、私どもの、ダンススタジオの大切な子どもたち、保護者様のに日頃に感謝を伝えたいという気持ち一つと、あとはどうにか発表会箱では行えないので、試案しておりまして、それでこの折しコロナ禍によりね、開催がなかなかどんどん津山城桜祭りからなくなっていきました。それが非常に悲しくて、で子どもたちからも先生ないのないのというのを聞いて、やっぱりなんとか大人ができることでしたいなと思い、それが自分のまず生徒たち、大切な生徒たちから始まって、もちろん保護者様も含み、そしてですね、その後、外にいるみんなも一緒に誘って、自分が日頃から一緒に仲良く、ね、お互い持ちつ持たれつしている皆様と楽しくできる日があったらいいなと思って、ドイツの森さんでこのような素敵な、場所を提供いただき、今開催させていただいております、ね、本当に、ありがとうございます。今日はですね、いろんなステージパフォーマンス、ジャグリー・ケイタさんのファイヤーショー、チャーリーさんのバルーンショー、日本一に一度なっています、そういった方がお越しくださったり、もちろんうちのエンターテインメントスクールスタジオの生徒たちの素晴らしい花火と融合したショー、そしてですね、他にもドラム、ね、盾、ダンス、もう素晴らしいです。みんな日頃から頑張っているので、ぜひ見てください。あとそしてですね、今日デビューするアイドルさんたちもいます。どんどん皆様応援してください。そしてさっき司会してくださった吉永匠さんもずっと岡山から全国に発信して頑張っています。そしてこの後する桃田海賊団も、私の幼馴染なんですが、昔からの学生からの幼馴染なんですが、ともくんが帰ってきて、元劇団四季から帰ってきて、今度から桃田海賊団一緒にできるねと、で頑張りたいなと思い、それで皆様に喜ばれるショーを作っていきたいと思っています。なので10年後にはもっとすごいことになってるかなって、皆様に喜ばれるショーを作りたいなと桃田海賊団桃田たちと話しています。それではすいません、長くなりました。今回のイベントにお越しくださりました皆様、ご協賛ご協力ご講演いただいた皆様、本来であれば一人一人に、お礼を述べさせていただくところですが、この場にてのお礼で、失礼いたします。返させていただきます。今回のイベントはこの場にいらっしゃる全ての皆様が主人公なんです。当たり前ですが、私たちと今日一日一緒に楽しく皆様遊びましょう。素敵な目の前のあなた様、あなた様、あなた様、全ての皆様、主人公の皆様、本当にありがとうございます。ありがとうございます。